はい、こんにちは、山田と申します。今回はね、郵便いろいろ解説シリーズ特集取り扱いで、特定記録について説明ということでございますね。まあ、特定記録郵便というのが、まあ、世の中にはございます。まあ、取り寄せたことがある方も、結構最近よくね使われるけど、まあ、郵便自体は使われなくなってるんで何ともなんですけどね、特定記録郵便というのがあります。まあ、簡単に概要をドンと説明しますね。まず料金160円プラス料金、ここに書いてありますね、郵便番指定席券って書いてありますけど、まあ、要は指定席だと思ってください。着席指定ができますよみたいなね、確実に座っていきますよみたいな感じで、通席がつきますよ、バーコードがつくやつなんですね。料金は160円にプラス基本料金でいけますと。で、まあ、300通以上の差し出しとかで、ちょっと割引の条件があったりします。まあ、これは採用に使われれるね、事業所さんとかではね、またご検討いただいたらと思うんですけど、まあ、詳しくはね、郵便局で聞いてもらった方がいいです。ちょっと複雑なんで、割引の、ね、料金の、どういう風になるのかっていうのがね。で、追跡で、いう風になってますね。次の行ですね。まあ、これが、どういう特殊取扱いがあるかというオプションのない説明ですね。追跡が付きで、無償席、賠償なしの、受け箱投函となってます。あ、そうそうですね。追跡がついてますよと、いうのが、これの特徴になります。まあ、逆に言うとそれだけです。途中でちゃんと、配達が行ってるかなどうかなっていうのが追跡できますよっていうのが一番の特徴で、特に早く届けますよとかっていうサービスではないということですね。で、当然、サインをもらったりとかそういうこともない、証跡ね、っていうのもありませんし、まあ、これはもうね、ずっと言ってますけど、賠償というものはありません。ですからね、これでね、なんかね、別のところに届いたどうのこのとかいろんなことがあっても、ね、商品が壊れとったとかねあっても、それは、全く一切保証の対象になりません。で、これは郵便の共通の、ルールになってますよということで、ね、気をつけておいてください。で、あとはこれの特徴は受け箱投函ということでね、まあ、逆にね、対面でサインをもらわないとね、いつまでも投函ができない、受け取りができないということがないんで、逆にこっちの方がいいよっていうケースというニーズもあったりしますけどね。で、いうとかあります。で、これの場合は宛名面に特定記録と、明記して、郵便局窓口で、差し出ししてくださいというふうになります。これね、必ず郵便局の窓口でないと、受付ができません。町の小さい郵便局とかではもう全部できます。ただ、郵便局に行かないとダメですよということです。コンビニとかでもできません。で、どんなやつかなというので、まあ、画像ね、ちょっとね、無断でね、転用するわけにいかない。大体こんな感じのやつ、ちょっとすみません、青いインクがね、ちょっとね、薄くなっちゃったんであれなんですけど、まあ、こんな感じだってあって、まあ、バーコード、上がバーコードになっとって、で、なんか両端が青くなっておって、中にね、11桁の数字がこんな感じで書いてあります。まあ、これ51234567891ってしますけど、なんで5からなんかって言ったら、実は特定記録の番号って5からなんですよね。6からもあったっけ。あれね、決まりがあるんです。01234567891でね、そう、決まりが、実は あって、0はないか、ね、1が一般書き留め、2が現金書き留めで、3が34書き簡易書き留めで、56が特定記録とかね、実はあったりするんですよね。まあ、そういうようなね、やつで、こういうふうな、バーコードがついてます。で、青いやつが特徴とかっていうのが ありますよということですね。で、まあ、特定記録に関しては、受け取るのにはね、そんなにね、不都合もないでしょうけど、やっぱ差し出しをするってなったらね、まあ、ちょっと、出したことないから、はい、特定記録でこれ出しといてってね、社会人になってね、言われたりしたら、あれ、特定記録でどうやって出すんだろうっていう時に、ぜひこの動画見てくださいってことですね。基本的には、こういった特定記録郵便物とかのあと書き留めでも使うんですけど、出す場合には、こういったね、特定記録の、受領証っていうのがあります。これ本物です。ね、ちょっと私もね、なんやかんや言ってね、使いますもんでね、ちょっとね、もらってあるんですけどね。こんな感じでね、中を開けると、書き留め、郵便というの風があって、これがね、裏がね、写しになっておって、2枚綴りになってます。こんな感じでね。
こんな感じで2枚綴りになったって。で、上のところからこう、ちょっと強めに書いてね。上に、まず差出人の住所とかね、名前を書きますっていうことですね。で、下に、どこ宛てのやつかっていうのを、まあ、これは住所書かなくていいんで、どこ宛てのやつですよっていうのを書いておくと、最大3通までね、これ、対応してくれるんですけど、そうすると、持ってくというか、まあ、本来は窓口にこのやつが置いてあって、その場で、じゃあこれ書いてくださいって渡されてね、はい、書いて、書いて。で、そう書いてあるのを見たら、それを確認して、局員の人がそこから、番号を発行するわけですね。ガッチャンガッチャンってね、押すやつがあって、それで、この番、お問い合わせ番号っていうところに、これ手書きで書くんですけどね、手書きで局員の人が書いてくれて、はい、あなたのやつはこの番号で受付しましたよということで、1枚を上のやつを郵便局で控えて、下がお客様控えになるんちゃったかな。こっちがお客、控えになりますね。これ控えですでね、この番号でね、インターネットとかでね、また確認できますんで、ご確認くださいというような感じで、処理が行われますということです。ですのでね、まあ、よく使う事業主さんの場合は、こいつが置いてある場合が多いです。ですので、これで書いてね、気をつけなあかんの、下がずっと写しになってるんで、ちぎって使うかね、下にちゃんと下敷き敷いてね、使わないと下の紙が全部パーになっちゃいますんでね、っていうのがありますのと、あとはね、最寄りの郵便局が、親切なところというかね、サービスがね、新しい機械が入っておるところは、全部電子認証でピッピッピッってね、できるのがあって、もうこの紙を使わなくてもいいっていう郵便局もあるんですよ。残念ながら私のところはね、まだ、こいつ電気バリバリなんでね、使ってますけど。というところもありますね。それは郵便局でね、最初はね、書かずにね、持っててね、確認してみてもいいと思います。そしたら、ピッピッピッって電子認証でね、してもらって、はい、この番号で箱できましたって、ビーってね、機械をもらえるっていう方法もありますんで、まあ、それは郵便局によって全然バラバラなんで、都心部とかで大きい郵便局だと、ほぼほぼそれになってると思いますけどね、っていうのもあります。ちなみにね、特定記録の補足ですけど、基本的に特定記録の場合は、その表面ね、宛名のところに特定記録と赤字で書くっていうね、ルールがありますよっていうの、それ省いてましたけどね、毎日書いてなくても窓口でね、印鑑をしてもらいますんで、赤い印鑑を特定記録って書いてあるね、印鑑が、もう郵便局には絶対ね、これ用意してありますんで、特定記録でもらったら、これはね、分かるように、押してなかったらね、もうそれで記録ポンと押してもらえるんで、意外と差し出す際にね、別に書いてあっても書いてなくても、まあ、書いてある方のがね、確実にね、いけますからね、大丈夫ですけど、まあ、逆に言うと、特定記録だけで書いたからいいわ、安心してポストにそこってやっても無理なんでね、これだけね、気をつけておいてくださいということですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。